じゃあライター持ってこいぜ。いや、まだ早いかな。まあ、火つけとくだけつくとくか、別に。それには、越したことないからな。で、赤い本もまだ使わないんで。ショットガンの弾は置いておこう。調合したハーブ。微妙。持ち歩く意味はないだろう。いやー、でも急に毒になることもあるからな。まあいいだろう。一個ぐらい持ち歩いておくか。もうこの状態にしてしまったら、でもレッドを組み合わせれば、まあ、じゃあブルーを一個持ち歩こう。そうする、それが一番シンプルだ。ライターのやつはまだいいでしょ。っていうのも、ただ今俺が、ボックスからライターを出すのを忘れたからそう言ってるだけなんだけど、こっちの部屋行こうぜ。ここめんどくさいけど、上をまたがいでいかないと、植物に首を絞められます。館のさ、デスマスクがあるって、あった部屋に、多分目がないデスマスクだっけな。あの部屋でこう、なんか植物がうねうね動いてたでしょ。あいつの親玉みたいなやつがいるんでね。これゾンビいた気がすんな。それは DS 版か。スターズについての記事が散りばめられていると。プレートにはギャラリーと書かれている。ほう。地図取りたくない。頭に入ってるからいらないっていうのもあるけど。ん？お！このイベントが見れるのか。誰かと誰かが話していますよ。スターズを壊滅？何の話だ？なんだか雲行きが怪しくなってきましたね。俺の家族はどうなるんだ？スターズ。スターズの壊滅とか言ってましたけど。I guess this creepy mansion has gotten to my nerves. Anyway, Barry もうまいよね。Fresh air for a change. Don't worry, I'm just going to get some fresh air. If I'm lucky, I'll get to waste some monsters along the way. この時代のバリーはかっこいいな、なんかキリッとしてて。なんだ、プラント42のメモ。あの事故から4日後。プラントよ、ポイント42のプラント42と命名の成長速度には目を見張るものがある。プラント42は他のプラントに比べ、T ウイルスの強い影響を受けており、もはや宿主の植物が何であったか想像することすら困難である。多分月見草とかなんじゃないかな。その形状に見合う生態は地球上のどこを探しても存在しない。プラント42の栄養源は2つある。1つは地下室まで伸びた根から得ている養分だ。現在地下エリアは事故があった直後、発狂した研究員が地下の大水槽を破壊したため、地下エリアは水浸しだ。なんで発狂したら大水槽を破壊するんだよ。そこに流出している何らかの薬品成分がプラント42の急速な生育を促していることは想像に難しくない。だが、またプラント42の一部は、地下室からダクトを通り、1階の天井にまでその勢力を広げ、そこに球根状となってぶら下がっている。その球根から伸びている何本ものツルがもう一つの養分の入手手段となっている。プラント42は獲物を感知すると、ちょうどイカの触手のように獲物にツルを巻きつけて、動けなくしてから、ツルの裏についている吸入器官で血を吸うのだ。しかもそれなりに知能があるらしく、獲物を得た時や睡眠中はツタを扉に絡ませ、外敵の侵入を防いでいる。これね、イベントのヒントだったんだけど、ヒントではないな。フラグみたいな。
すでに数人の職員がその犠牲となった。生きて戻ってきた者の話を総合すると、花弁が開く際に隠されていた部分が露出し、一段と攻撃性が増すらしい。あ、そうだったんだ。ある者の報告によると、まるで何かを守っているようだという。そこに何かの秘密があるように思えるのだが、何分植物の考えることは人間には理解できるものではない。ヘンリー・サートン。その名前を聞くのは最初で最後だろうな。お、ここか。ここがこの部屋か。特に何もないようだ。引き出しを開けてみるなどしたのかい？あと、ここの、ここは？トイレとバスタブ。お、びっくりした。いるかと思ったぜ。なんか変な音したから。これはなんだ？ダガーナイフか。いや、鍵だ！いや、鍵だってなんだ。元栓が壊れているのか、水が滴っている。バスタブは？バスタブ何の反応もなし。トイレも、給水タンクから水が溢れている。もう何かっていうと水浸しだな、ここは。さて、ここはどこの鍵だ？ギャラリーか？ 001 か！そうか、そうか。うわっ！ふざけんな、お前。何バリーの入れ替わりになってさ。くそ、腹立つぜ。こいつは焼かなきゃいけない。なぜかというと、この部屋は、まだまだ来る用事があるんです。このタイプの本棚はすべて動きます。で、下に行けるんだよね。でも、今せっかく001の鍵を手に入れたから向こうに行って、ついでにこの死体を焼いておくか。寄宿舎のオイルは、寄宿舎にいるうちに使い切ってしまいたいね。ここにもゾンビがいるなんていうことがあるなんていうことがないだろうな。OK。なんか窓割って入ってきたような気もすんだよな。気をつけねば。なんかこんなイベントがあった気がすると思って、思っていると、そのイベントが全然起きなくて、で、忘れた頃にババーンって起きて、こっちも知ってたのにうぎゃーってなるみたいなね。このバイオハザードリメイクってのは本当によくできてるよな、そういうところで。やっぱ同じところを何度も行き来するからさ、お、この場所はって思っても、この場所はって思った時にそのイベントが起きるとは限らないわけだよ。それにまんまと釣られるよね。で、鍵を使って捨ててから、まあ、そろそろセーブしてもいいかな。うん、そろそろセーブするか。よし、セーブしたんだけど、セーブする前に一応さっきのゾンビだけ焼いておきました。まあ、セーブから再開するたびに焼き直すんじゃめんどくさいからね。ということで、001号室に入っていこうと思う。そして、装備はショットガン。ここはゾンビね、2、3人いると思うんだよね。あ、ここか。この首吊り死体くんは無害です。確かね。お、デリンジャーじゃねえか。護身用拳銃を取りますか。ちょっと待って。お、ハンドガンの弾もあるね。他は？他はもうない。もうない、ヒロヤス？もうない、ヒロヤスか。あれ？赤いな。なんでだ？もうない。あ、そっかそっか。デリンジャー取ってないもんね。護身用拳銃を取りますか。ある自殺者の遺書。一緒に逃げていたロバートに、化け物に兆候が現れ始めたので、仕方なく殺して浴室に入れておいた。多分これで私が最後の一人だ。なぜこのようになってしまったのか。今となってはこの研究に参加したことが悔やまれる。もはや、私が生きてこの館を出ることはないだろう。準備は終わった。あとは勇気を持つだけだ。悔いは残るが仕方ない。このまま化け物になって自分としての、人間としての自分が消えてしまうぐらいなら、自らの幕を。この紙の裏に文字が書かれている。許してくれりんだ。くれりん。なんだ今の。クレリンじゃねえよ。
ささやくなよ、つまんねえことを。お！え？今なんか、サムシングノイズが聞こえたけど。いや、トイレットペーパーなんてどうだっていいんだよ。ここにレッドハーブとか落ちてるよ。線抜きます。お前が起き上がるんだろ？バスタブの中に何かある。制御室の鍵だろ？ほら。うえ！お前らの相手などしていられるか。で、どうせ自殺者が、もう害を有するように、有害な飛行に走ったので、奴らは、オッケー！もうこの辺に用事はない。オッケーオッケー！なんかもう十分。十分だよ、今の結果は。ちょっと待って、アイテム整理をする必要があるかどうかだけ見せてくれ。ハンドガンの弾を置いていく必要はあるな。オッケー、荷物を整理してきたので、制御室の鍵を使いに行こうぜ。制御室の鍵？制御室？寄宿舎に制御室？一体何の話だと思ってる人もいると思うんだけど、さっき棚を動かしたことを思い出してください。あの部屋に用事があります。ここでパリンパリン入ってきたらマジで怒るからな。俺が怒ったら、本当に怖いぜ。オチのない話をしてしまったな。待って。そう、なんかここ引き出しとか開かなかったっけ？開かないか。トゥン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 ってとこでしょ。ほら。この音楽、超特徴的だよね。ここ開かないんだよね。反対側。アンブレラクロニクルズの、バイオ1編の、2面ぐらいの、音楽は全部これだったよね、確か。これをちょっとアレンジした感じのやつ。加工をしてる間、暇で、すいませんね。なんか話すことあったかな。そういえばね、唐突に穴埋めの話をするけどね。でも俺バイク乗ってるんだけどね。あんまり乗ってるっすよ。あんま乗ってないんだけどね。バイク乗ってるんだけど、ハーレーということもあってね、結構ね、音がうるさいんだよ。でね、俺は結構近所の人に迷惑にならないようにすごい気を使って、乗ってるわけなんだけど、というところで終わってしまいましたね。まあ一応最後まで話すか。あんまり頻度が高くないから、多分俺がそのハーレーに乗ってるってこともそんなに別に有名ではないわけですよ。っていうか、あの人はバイク乗ってるわよね、みたいなあんまり多分、界隈では有名ではないんだけど、この間ね、駐輪場からバイクを引っ張り出してきて、まだエンジンかけてないですよ。引っ張り出してきて、電源だけ入れて、ナビとか入れて、で、さあ出るかっていう時に、マンションの掃除のおばちゃんが話しかけてくれたわけですよ。で、あら、かっこいいバイクね、なんつってね。で、俺も、ありがとうございます、なんつって、高かったでしょ、みたいな言われたから、まあ、いえ、みたいな。まあ、正直高いんだけど、別にそこは自慢なポイントではないから、別に、いえ、なんつって言って、その数秒後だよね。俺がエンジンかけた瞬間の、バルーン、ドゥ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 、おばちゃんの顔見れなかったよ、俺。おめえか、うるせえのは、みたいなね。よし、入っていくか。ここではのんびりすることが一切許されません。おお、来た来た。いやー、正直ね、俺生き残る自信ないよ。うわ、怖い。マジで怖い。俺、リベレーション2でも言ったけどね、俺本当に水生生物が本当に怖いんだよ。
水の中のさ、こう、体の自由の効かないところでさ、水の中こそ、我が本拠地みたいな生物なわけでしょ、あいつらは。超怖いよね。制御室の鍵はここで使います。必要ないので、捨てましょう。あー、怖い。サメ怖い。で、ここのイベントなんだけどね、手間取るとすぐ死ぬんですよ。先にいろいろチェックしていきたい。こうね、あんまり俺がハーレーにね、そんな高頻度で乗ってないから、大して迷惑がかけてないとは思うんだけど、まあバイク自体がうるさいんでね、どうしてもこう、やっぱうるさいのは、しょうがないわけですよ。だからといって乗らないわけにもいかないしね。ここが油圧だな。で、他は耐圧シェルターの装置。耐圧シェルター。ここはエラー表示が出ている。排水を行うスイッチから押しますか押しません。メインシステム。他はもうない？これ何？注意。油圧制御不調の際は、1番バルブの油圧を上げること。1番の油圧を上げればいいんだな。あ、こんなとこに地図がある。大水槽の地図がある。なんで水槽に地図がいるんだよ。今は地下にいると。水槽の上は、ああ、もう一個行く部屋があるね。ほうほう。大水槽の地図を取りました。OK。こっちは一応ね、チェックできるところはチェックしておこう。ここは多分のただの出口だよね。OK。ということで、さっきのイエスノースイッチ、押しますか。あれ？ここじゃなかったっけ？こっちか。排水、しますよ。でけえ！原因不明の圧力を感知しました。プレッシュ。くそ。耐圧してたの。セーフティーを解除しないば、セーフティーがまず最初。どれセーフティー？セーフティー解除、OK。で、耐圧してたの、下ろします。下ろしましょう。Reaching 13% pressure. 油圧低下、シェルターの動作を中断します。油圧回復後にセーフティを再解除してください。オーケーオーケー。で、1番の油圧を上げればいいんだな。何番のスイッチを押しますか ?1 番。なんか戻ったか戻ったかいいんだよな。50% pressure. セーフティ何を言ってるそこからやり直すなら最初からそう言ってくれ。ぬ。焦る。頼むぞ。一番は俺は言わせあげたからな。goodness. 耐圧限界 50% で耐えたな。素晴らしい。すでに耐圧シェルター降りている。じゃあ今度こそ水を抜いてやろうぜ。排水するぜ。バカな魚類どもだ。人間が作った水槽の中で生きようよと人生を過ごしていたわけだな。排水を行ったからこっちの出口からも出れるんだけど、まず何をすればいいんだっけ？上の部屋は今は行く必要はないんだけど、まあ、一応ね、見ておくか。見るだけ見ておこう。このプレイは一応ね、タイム的なものは気にしないで、まず俺が初プレイしたらどうなるかっていうのを単純にやってみたいんで、まあタイムは気にしないと。だってもう結構今まではのんびりしちゃってるしね。リチャードも死んじゃったし。リチャードごめん。実はね、リチャード、蛇に噛まれて、死にそうになって血清を持っていくイベントで血清が間に合うと、実はここでリチャードが、リチャードが助けてくれるっていうイベントがあったんだよね。これさっきのメモにあったプラント42の根っこですね。まあ、ここはこれだけです。これを見て、って言いましょうっていうだけの部屋。